Thank you for visiting our channel. Today, I would like to talk about HSP and insomnia. 今日は HSP と睡眠についてお話ししたいと思います。I think a lot of HSPs are having a hard time falling asleep and get good deep sleep because of our overactive mind. HSP は朝起きた瞬間から眠る寸前までずっと頭が考え事をストップしないので不眠症に悩まされている方が多いかもしれません。私も体はぐったりしているのに頭が考え事をやめないので眠れない日が時々あります。とってもたまにですが、市販の睡眠導入剤を飲む時もあります。一般的に言われる睡眠を助ける方法として、朝ちゃんと起きて太陽の光を浴びて、ビタミン D を体に取り込み、体内時計をちゃんと朝昼夜でシフトする。それから寝る1時間前からは明るい電気の光や携帯やパソコンのブルーライトを見ないようにする。ラベンダーのお香やアロマオイルを炊いたりカモミールティーを飲むなどいろいろ言われていることがあるかと思います。私も寝つきが悪くて睡眠が浅い当事者なのでいろいろ試した結果効果があった3つの方法を紹介したいと思います。整骨院の先生に言われて普通の枕からこのタオルを畳んだだけの枕で今は寝ています。前普通の枕使ってた時も顔に当たるのはタオル生地が好きなのでこんなのの上から必ず何でもいいけどタオルを敷いて寝ます。 HSP の人は一日中気を使って気を張っていることが多いと思うので夜眠る時に横になって自分はリラックスしているつもりでもまだまだ肩に力が入っていることがあります。軍隊の人が2秒で眠る方法っていう動画からヒントを得ました。横になった後に肩の力を抜くためにわざと一回肩を上げます。で、わざと下まで下ろす、こうギリギリ下ろせるところまで下ろします。それで自分の肩は 100% リラックスしてなくって力が入っていたんだなって気づきます。たまに本当に気づかれしている時は2段階下がる時があります。肩がこう気を使って気を張っているのでなんか肩に力が入っているんです。横になってても、なのでそれを自分の力でわざとガッと下に下ろして肩をリラックスした位置に持ってきてあげます。横で眠ってても一緒です。肩をこうわざと下げるとリラックスした位置に自分で戻すことができます。ちょっとやってみないと分かりづらいかもしれませんが体の力を抜くのにとても役立ちます。あと私は眠ってる時歯ぎしりとかしてるみたいで寝てる時もなんか気を張っているのかこう歯を食いしばっている感があります。なので起きたらとってもこっちの顎が疲れてるので夜中起きた時とか朝起きた時はいつもこうやって緩ませるマッサージをするんですけど瞑想の時にもこれやるんですが眠る前も顎を少し引いて歯と歯はくっつかないようにすると顎がリラックスできます。あとおすすめなのはブレインジャンプ。横になって目をつぶって考え事をするとどんどん止まらなくなって眠れなくなってしまうので目をつぶる前に頭にある考えてることや気持ちとか今日あったことでもいいですしを全部ノートに書き出します。するとこう実際手で書いてるので手で書いて頭から吐き出しているので目をつぶった後頭がびっくりするぐらいすっきりしてるのがわかると思います。今日あったことでも考えてること悩んでることをジャンプ頭から全部吐き出す吐き捨てるっていう意味なんですけどをノートに書き出します。あと HSP の人は匂いとか音にとっても敏感で好き嫌いのこだわりが細かくあると思うんですけど私はこのラベンダーのエアフレッシュナーが強すぎなくて好きです。と音楽はこれとこの2つのどっちかをその日の気分でどっちかを聴きます。よかったら聴いてみてください。とこのラベンダーにも加えて私鼻炎なのでこのナザルもたまたまラベンダーの香りのやつを見つけたので寝る前はこれをします。
あと洋服のシワを伸ばすとか、眠るときはタオルを目にかけて眠るとか、いろいろもっと細かいのはたくさんあるんですけど、大きい眠りやすくする方法はその3つです。あとは私はなんか耳の穴が小さくて、なかなか合うイヤープラグが探せなくて、イヤホンをして寝ています。耳の先のとこがシリコンっていうんですか、シリコンで本当にフィットするやつで、しかもなぜか左の耳が小さいのか分からんけど、 XSSM って付け替えができるタイプのやつがあって、これはもう壊れちゃってるんですけど、右は S で左は XS をつけています。防音にもなるし、音楽かけてたらその本当に音楽だけしか聞こえないので、こういうタイプのイヤホンが好きです。この動画をちょうど作ろうとしてる時に、アナギャバのチョコレートを見つけたので、いいチャンスだなと思って自分で試してみました。1日3つずつ食べるって書かれてたので4日間試してみました。ちゃんとフェアになるように、その日頭使ったか体使ったか、精神的に元気だったか、アルコール飲んだか、コーヒーは飲んだかっていうのもチェックしながら、こっちはどれだけ眠れたかを書いてます。1日目は7時間半だったけど、1回も起きなかったので超ぐっすりできました。2日目は7時間だけど、超怖い嫌な夢を見たので三角にしました。で、3日目は8時間寝たけど、この日もまた変な夢で、起きて寝て、でまたその続きの夢を見て、また起きて、またその続きの夢見てって、なんか長くは寝てるけど嫌な気分だったので三角です。これは今日8時間ぐらい多分寝たと思います。この日みたいなすっきり感はなかったけど、怖い夢とかは見てないから丸にしました。これに 100% 眠るために頼るとかいうのではなくって、補助というか気持ちなのかわからないですけど、いい気分で眠っていい気分で起きれるためにチョコが好きな人は食べてみてもいいと思います。味もガーナのミルクチョコレートに似ていて私は好きでした。 HSP の第一人者ドクターエレインも、 HSP は精神的にも体力も疲れやすいので、寝ていても寝ていなくても1日8時間ベッドにいるのが望ましいとインタビューで話していました。HSP はカフェインにも敏感だと言われていますね。私もコーヒーは好きでブラックしか飲みませんが、1日に飲めても1杯半ぐらいだと思います。なのでコーヒーやティーが好きな方でも午後の2時までとか1日に2杯までとか決めるようにするといいでしょう。眠る前に頭と体をリラックスさせる効果のあるスリーピングヨガもいつか紹介できたらいいなと思います。と私が試したいと思っているのがブレスウォーク、呼吸法です。それもまた今度紹介できたらいいなと思います。今日紹介したものでやったことがないものがあったら、よかったら試してみてください。 HSP は好みが細かいので自分に合う合わないがはっきりしていると思います。いろいろと試してみて、睡眠でしっかりメンタル的にも体力的にもリカバーして、次の日リフレッシュした気分で一日頑張れますように。今日も見ていただきありがとうございました。 Thank you so much for watching. Have a relaxing day. Bye!